東京オリンピック・パラリンピックを来年に控え、日本を訪れるベジタリアンなどへの対応を推進しようと、超党派の議員連盟が発足しました。いよいよオリンピック近づいてきて、インバウンド4000万の時代を迎えようとしてですね、すでにベジタリアン、アメリカから見えて対応に苦労したよって言われる話を最近聞いたことがございます。そのような対応もやっていかなければいかんだろう。政府は日本を訪れる観光客の数を来年4000万人にする目標を掲げています。ただ日本は他の国に比べてベジタリアンや動物性食品を一切食べないヴィーガンの人たちへの対応が遅れていて、和食を食べたいがカツオだしを使っているため食べられないといった意見が寄せられているということです。議員連盟は早期に必要な環境整備について検討した上で政府に要望するとしています。